ベルベリアはアメリカ合衆国カリフォルニア州マリン郡の町である。住人一人当たりの平均所得113,595ドルは州内で1位、全米で18位であり、人口2000人以上の町では全米でも1位である。サウサリートから海を挟んで北東ロ2 4 k m サンフランシスコからはサンフランシスコ湾を挟んで北 6km に位置する。 ベルベディア島、ベルベディアラグーン、ティブロン半島の一部によって構成される。1800年代に最初の入植が行われ、その後、ティブロンまで鉄道が通った。1897年、姿勢が引かれ、翌年には郵便局も置かれた。1949年、元は教会だった建物を移設、市役所として現在の位置になった。また、 アクセスを改善するため、ラグーンの一部が埋め立てられた。ベルベディア島、ティブロン半島ともに非常に地価が高く、このエリアの87.6%は100万ドルを超える高級住宅である。100万ドルを超える住宅は、カリフォルニア州内では2.3%しか存在しないことと比較すると、言うまでもなく、際立った数字である。多くの住宅は、ビクトリア町で、 そのうちのいくつかでは、毎年5月にホームツアーが行われている。素晴らしい眺望を誇ることでも知られ、サンフランシスコ、エンジェルアイランド、ゴールデンゲートブリッジを含むベイエリアを一望できる。人気の高騰によって、マンション等の建築が計画されているが、古くからの住人たちからの強い反対の声が上がっている。景観にそぐわない建築は禁止され、 樹木の伐採も厳しく管理されている。また、市内では、いかなるレストランや店舗の出店が許可されていないため、隣のティブロン市に依存している。ベルベディア島、右奥にティブロンが見えるもともとは、漁業も行われていたが、現在は、サンフランシスコヨットクラブの拠点となっている。ティブロン半島にあるリングマウンテンには、 先住民族の残したペトログリフや固有の植物が残っていることで知られる。ラグーン内ではボートに乗ることができる。2000年の調査では956世帯2125人が居住している。住人の白人率は96.94%と非常に高く、平均年齢も52.7歳と州内の平均33.3歳より大幅に高い。 貧困層は5.7%存在する。ありがとうございます。